今回の動画では119番通報した際に消防車、救急車がどのような流れで出動していくかをご紹介したいと思います。動画の最後には119番通報する時の大事なポイントをお伝えしますので最後までご視聴ください。119番の消防です。火事ですか、救急車ですか？火事です。隣の家から燃えてます。わかりました。まずあなたの家の住所から教えてください。千葉市中央区、はい、宮崎町、はい、531-62 宮崎です。宮崎さんですね。燃えてるのは何さん家ですか？隣の追浜さんの家が燃えてます。追浜さんのお家ですね。確認できました。追浜さん家は何階建てになりますか？2階建てです。2階建てですね。どこが燃えてるんですか？2階の窓から黒い煙が出てます。わかりました。今怪我してる人や逃げ遅れてる方いますか？わかりません。わかりました。もう消防車が向かっていますので、近所の人たちに火事だと知らせて安全な場所に避難してください。わかりました。通話として電話番号教えてください。043-6215中央消防署宮崎市長。お待ちください。失礼します。119番の消防です。火事ですか、救急車ですか？救急です。救急車ですね。わかりました。救急車の向かう住所教えてください。千葉市中央区、はい、今井、はい、30-2です。お名前は？曽我と申します。曽我さんのお宅ですね。ミニストップのすぐ近くで合ってますか？はい、合ってます。わかりました。具合の悪い方は意識ありますか？意識はあります。どうしましたか？妻が、はい、背中が痛くて動けません。わかりました。奥様はおいくつですか？42歳です。わかりました。冷や汗かいたりはありますか？冷や汗はかいてません。中央消防署から救急車が5分ぐらいで向かっていますので安静に待っていてください。わかりました。通報者として電話番号を教えてください。2-3-2-5目標中央消防署。電話切ってお待ちください。よろしくお願いします。失礼します。動画で見ていただいた通り119番通報で話している間にも消防車、救急車は災害現場にすでに向かっています。最後に119番通報する時のとても大事なポイント一つお伝えしたいと思います。それは消防車、救急車を向かわせる住所、場所を落ち着いてゆっくり伝えることです。119番の際には災害現場を決定する情報が最も大事な情報となります。外出中など詳しい住所がわからないときは、近くにある目標物を伝えてください。わかりやすい目標物としては、市役所、学校、駅などの公共施設、または飲食店や店舗など目立つような建物、電柱に記載されている住所などを伝えてください。正確な119番通報がより多くの人命を救うことにつながります。ご協力よろしくお願いいたします。